ということで今回の動画は人生ゲームの第2回戦です。ぜひ後半戦もお楽しみください。頑張るぞ頑張るぞ。じゃあ次、はい、先生お願いします。お、8。じゃん。企業から感謝状3万ドルをもらう一回給料日があったので、おお、3万5000だね。何の仕事したんですかね、人気タレントで。ねえ、なんだろうね。売れっ子ですね。営業が多いね。鉄腕の本みたいな。ちなみにこれ、株券を2枚まで買える。1枚5000ドルってあるんですよ、株券買える。ああ、これは買っといた方がいいね。おお。いや、2枚買う。ちなみに株で得た利益ってあれですよね、税金が 20% かかるんですよ。そうですね、で、NISA とかだとそこが非課税にできるってことです。じゃあお次、私いきます。5 1 2 3 4 5。え、5。転職ランクアップ、職業のランクアップに挑戦するか、場に余っている職業に転職できる。じゃあ私は転職をして、こちらカフェの店長になります。夢叶ったね。はい、社長はもうやりきったので、うん、はい、じゃあカフェの店長になります。5、ブランド品が高く売れた、1万5000円もらう。おめでとうございます。メルカリとかやってんの？CD が買ってます。メルカリで得た利益っていうのは納税しなきゃダメなんですか？すんじゃない。ちゃんと確定申告して、うん、金額によると思って。じゃあお次。あ、すいません。すごい、今ここにいますよ。じゃん、3 1 2 3。お、なんかすごいですよ。すっかり都会暮らしになれた。5000ドルを払い、お宝ハイテクロボットが自動運転車のどちらかを取る。5000ドルを払うんですよ。どっちを取るんですか？自動運転車。安い。10。はい、大物を釣り上げた、4万ドルもらう。そして給料日です。なんか釣り好きのタレントっていう割と王道な感じですね。釣り系タレントですね。お、すごい。4万5000。すごい、一気にここで。次いきます。3。アバナナの皮で派手に転んだ、生命保険に使わなければ。え、生命保険入ってます。ということで、生命保険を使わなければ4000ドル払うなんで、使ったから払わなくていいってことですよ。3。増税前にまとめ買い1万ドル払う。5。一身上の都合で仕事を辞める、職業カードを前に戻し、フリーターになる。どうぞ、フリーターです。ありがとうございます。何もなかったですね。はい、はい、お願いします。9。ストップ、決算日。特に関係ないってことですね。ストップ。はい。じゃあ私行きます。じゃあ、4。給料日、株券を2枚まで買える。毎5000ドルで、まず給料で2万6000ドルをいただき、で、株券が2枚欲しいんで、ありがとうございます。そして私、なんか交通事故、自動車保険を使わなければ4万ドル払う。持ってます、自動車保険。保険が効いてるね。さっきから私、保険めちゃめちゃ効いてますね。ありがたい、この保険たち。3、あ、給料日ですね。関係ください。関係、あ、全部。じゃあ6、1、2、3、あ、ストップ。ルーレットを回してランクアップナンバーが出たら、職業カードを、クリーターってランクアップすると正社員なの、ビジネスマンなの。あ、書いてないんで、ランクアップという概念がもしかしたら、じゃあできないですね。はい、ランクアップなさそうですね。給料日なので、あ、じゃあ、あれだけ、いただきます。え、やばい。
やばい、もう千ドル今日の波やってきたよ、ね、お、ここで2、1、2、キャンプに羊が乱入、1万ドル払う。なんだよ、どこの羊だこれ。それは誰に払ってるんですかね。誰なんだよ、なんで俺が払うんだろう。では、6。あ、カブチャレンジ、すげえラッキー。なんかいいとこですね、うん。ルーレットを1回回し、1か8が出れば株かける3万ドルもらう。6万ってことだね。うわ、じゃあ1か8いきます。失敗4。危ない橋を渡ってみた、8000ドル払う。10。お、子供がクローゼットで懐かしいゲームを発見、子供がいればお宝、ボードゲームを送る。何もいないな。失礼しました。あ、また2だ。2、1、2。マスターズ陸上競技で優勝、3万ドルもらう。7。ただ給料日ですね。5。夢叶います、間に余っているお宝を1つもらえる。なんか、チャンピオントロフィーを受け取りました。じゃあ、失礼します。あ、お、10。お、10連発。あ、夢叶い。夢叶い。お、かつ、給料日。お、6000ドルで、株は買えますか？買ってきます。借金してくださいね。新エネルギーを発見、2万ドルもらう。お、じゃあ私いきます。はい、5。 1、2、3、4、5。子供が結婚、みんなからお祝い、子供がいないので。関係ない、もうそんな年になってるってこと。6。お給料だけですね。株価が下がる、株の持ち主が全員株券1枚につき1万ドルずつ払う。これ全員大暴落したの。大暴落しますね。借金します。え、失礼します。2ヶ月連続あんま働けなかったですね。俺ゴールしたの。1。ユニークな発明でトップスが3万の5000払うなって。え、払うんですか。どういうこと。その気にさせやがってるんだよ。え、特許って取るときお金いるんですか。それはそうです。数万には払う。どこに払うんですか。ん、特許庁。そうじゃない。なるほど。よし、行きます。4。1、2、1、2、はい、ストップマス。決算日なので私は決算関係なかったです。じゃん、お、9。ストップ決算なので何もないです。1。ゴルフでホールインワン、5万ドルもらう。 おめでとうございます。普通はホールインワンしたらお金払うんだよ。あ、そうなんですか。10。ホールしたら、あ、13、14、15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 、
そんなに痛手じゃなかった。それで、じゃあ回して7当てたら2万ドル。あ、7だけなのこれ。はい、あ、出そう。え、あー、惜しい。惜しい。残念。おお、4。お、新エネルギーを発見。2万ドルもらう。お、8。人工知能で資産運用10万ドルもらう。すげえ。待って、やばくないですか。何この1位と同じ金額ですよ。本物さながらの順調な人生ですよ。いやいや、真逆ですよ。虚しくなってお、2。キャンプに羊が乱入、1万ドルもらう。結構痛手ですね。また8だ。また8、惜しい。じゃん、おっ、こっち7から1、2、3、4、5、6、7。あ、ゴール、ゴールです。2着、5万ドルです。ありがとうございます。8、ゴールですね。3着、3万ドルです。新エネルギー2万ドル。4、何もなし。何もなし。お、ゴールですね。4着、1万ドルです。これで生産です。最後に家、お宝カード、株券を計算します。お家は購入した3倍の額で計算します。え、そんなにやってる。すごい。何、今時そんなに上がる物件があるのか。バブルですね。フリーターだけど資産は結構持ってる。結構資産もすごい。なんかすごい戦いやりましたね。はい、金額勝負です。はい、出ました。出ました。林さん圧倒的じゃないですかこれ。皆さんの、じゃあ大月発表します。25万6000ドルでございます。57万6000ドル。おお、はるかは38万7000ドルですね。私は26万2000ドルです。わあ、まさか。はい、結果が出揃いました。はい、はい、ということでですね、本日の優勝は林さんです。ありがとうございます。あ、嬉しそうじゃない。1位は林さん、2位はるかさん、3位は私で、ね、4位は大木先生です。いやー、まさにね、実態をそのまま下げましたね。いや、今回の人生ゲームはですね、もう私は特にですね、保険に助けられたシーンがめちゃめちゃありました。確かにね、うん、生命保険と自動車保険両方とも使い切りましたから、前提、私は大事だなと思いましたね、人生において。で、あとで、ね、みんな出産はまだしなかったんですけど、出産とかでね、まあ、もう実際に会社休んだりとか、そういうのも本当はあったりしますよね、人生は。いや、どうでしたか。まあ、先を急いじゃいけないね、人生。先は急いでいけませんね。結果これですよ。ところどころ理不尽にお金払わされたところとかありますよね。ということで、皆さんいかがだったでしょうか。ぜひぜひ感想をコメント欄にお書きください。何の感想するの。あそこ違うやろ、うん、はい、ということでね、前編後編になってると思いますが、この動画が面白いなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録、そしてコメントよろしくお願いします。他の動画もぜひぜひ見てください。そして SNS のフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。またやりたいんですね。ね。